アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、安藤さくらです。私は今撮影でグアムに来ています。すごい鶏の声多分後ろにいるのかな。さっきからコケコッコってすごいんですよ。さあ今回はですね、泡風呂、人生初の泡風呂を体験しました。人生初の泡風呂がこんなね、ここかな、ここでやったんですけど、すごいロケーション、もうお家じゃできないですよ、こんな素敵な泡風呂あとは水鉄砲で遊んだり、水風船で遊んだり、結構大はしゃぎした内容かなと思います。 DVD の方ぜひよろしくお願いします。以上、安藤さくらでした。バイバイ。撮影中一番楽しかったこと、そうですね、やっぱり泡風呂かな。ずっとやってみたかったんですよ、憧れだったんです。なんかちょっとおしゃれでかっこいいじゃないですか。それをね、こんな景色のいい中、気持ちいい青空の下でできたのは楽しかったですね。一番大変だったこと、そうですね、シュノーケリングしたんですよ。ただ波の流れがすごい速くて、進もうにも全く進めず、魚も岩の陰に隠れてしまいあと日焼けをしてしまった。結構つらかったですね。ラビアのお仕事で気をつけてることないなぁそうですね、やっぱりこういうロケとかだと思いっきり楽しんじゃってます。表情にもやっぱり楽しさっていうのが伝わる方がいいかなと思うので、もう旅行に来た感覚、いやもうお仕事ですよ、ちゃんとお仕事もするんですけど、もう旅行感覚で思いっきり楽しもうって気持ちで毎回挑んでますね。仕事のオフの日の過ごし方、そうですね、私予定をぎっしり詰めるタイプなんですね。オフでもう家でダラダラしたいっていう日はもちろんダラダラする日ってしっかり決めて、その日は全く家に出ないだとか、あとは遊びに行く、買い物に行くとか、絶対予定を一日決めて、今日何しようかなって当日ならないように絶対してます。なのでそうですね、これといって絶対に何々するみたいな決まり事はないんですけど、必ず予定は入れるようにしてます。キュンとくる男性の仕草、正直ないんですよね、仕草。好きなタイプで言うなら、品のある人が好きです。食べ方だったり話し方だったりにやっぱり品が出ると思うので、ちゃんとしてる男性は、ああ素敵だなと思いますね。よくしてしまう癖ですか、ねえ、あ、口で手を押さえる笑うときこうします。なんででしょう、悪いことではないとは思うので直すつもりはそんなにないですけど、こうやって手で押さえて口に手を当てて笑います。カバンの中に入っている必需品、何かな、財布、携帯は必ず入れますね。あと充電器、持ち運びできるポータブル充電器は絶対入れます。すぐなくなっちゃうので、すぐいじっちゃうから、ゲームとかやっちゃうので電池がすぐなくなるので、ポータブル充電器は必ず入れます。誰にも負けない自信のあること、趣味の多さ自信のあることになるのかな、かなり趣味が多いんですね。サッカー、プロレス、どっちも観戦専門なんですけど、あと漫画も好きですし、アニメも見ますし、ゲームもやりますし、カメラも好きですね。あと歴史系も好きなので、よく本を読んだりします。あ、それで言うと小説も好きです、よく読みます。ほら、いっぱいあります皆さんこんにちはこんにちは、ありがとうございます
今回グアムで撮影ということで、最高のロケーションの中思いっきり楽しんだ私をね、ぜひ見ていただきたいなと思います。一緒にグアム旅行をしてるような感覚になってくれたら嬉しいです。以上、安藤さくらでした。見てねー。